今回紹介するのは、桜のような僕の恋人という本です。美容師の美咲に恋をしてハルと彼女に認めてもらいたい一心で、一度は諦めた。カメラマンの夢を再び目指すことに、そんなハルとに美咲も惹かれ、やがて二人は恋人同士になる。しかし、幸せな時間は長くは続かなかった。美咲は 人の何十倍もの速さで年老いる難病を発症してしまったのだった老婆になっていく姿をハルトにだけは見せたくないと悩むむサキは桜のように儚く美しい恋の物語ラストに全てが込められているどうなんだろう最初「嫌いでした」わかりやすいストーリーだけど登場人物に今一つ感情移入できなかったし。 特にヒロインの兄貴は古臭い時代を暮れのおやじみたいで読むほどに余計、興ざめしてしまいなんとなく軽い文体も好きになれなかったでも不思議だラスト直前は美しくありたいという女心に全てが込められているこの小説の本質は4章以降にあるやっぱり最後は泣ける泣きました読み始めは ちょっと若いかなと思いましたが途中から病気のお話とにかく泣きました考えさせられましたそして子供がまだ小さかった頃のことを思い出して幸せを感じることができました久しぶり泣きました一日で読くしました青春を感じ泣きながら読みました独語心穏やかになりましたなぜか みんな優しい。本当に優しい人でした。自分も優しい人になります。ありがとうの気持ちです。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。